すでに過去に回答済みならごめんなさい。将来日本代表の監督になりたいですか？なりたいかなりたくないかって言われたらなりたいですね。なんかワールドカップなんですよね、僕のモチベーションが。でワールドカップ優勝したいっていう気持ちがやっぱどうしてもあって、なんか日本代表でそれができるっていうことがもちろん一番いいんですよね。でもなんかそうじゃないパターンが指導者の場合ありえるじゃないですか。選手やったら選択肢はもう日本代表としか試合に出れないんですけど、監督の場合って日本代表以外も指揮することができるんで、選択肢は増えるんで可能性上がるなと思います。で何よりもこのワールドカップに優勝できなかった、選手として優勝できなかったってことが諦め悪いんですけど諦めきれないんですよね。それを自分なりの定義で指導者として実現してもいいでしょっていう自分なりのまあ答えをまあ出してはいるんですけどね。うん。